2日前から出てきてます絞りたて、サゲツですね。こちらは、純米酒の生酒になります。生なので喉越しと香りがとてもいいお酒ですね。せっかく酒蔵に来られたので生をおすすめしています。この、生酒は、おいまつの特徴をすごく出したお酒です。それからもっとガツンと濃いのが好きな方、こちらも松風生酒になりますね。お酒好きが好きなお酒です。それから、こちらこの2つも生酒になりますね。純米吟醸山田錦で作ったものです。これも生のもので喉越し香りがとてもいいですね。この酒は一番すっきりしてます。そしてこのつながり、これは純米大吟醸になります。この純米大吟醸は、つながりというんですけど、創業が252年、250年を記念して作ったものになります。ですからよその大吟に比べると何ていうんですか、味がある大吟、大吟というのは普通香りがスッと入るのが大吟ですけど、この大吟は味のある大吟になります。それから最後に全自動5年越しになります。こちらはもうこちらの商品とは全然違う白ワインのような味わいですね。美味しいチーズなんかと合わせてもらってもいいですし、白ワインとウイスキーのような味がします。はい、よかったら一番高いお酒になりますけどね、はい、こんなもんでいいですか。こちら梅酒になりますね。おいまつの日本酒をベースに作っています。紫酒の梅ですね。私はお酒の方が好きなんですけど、無農薬はやっぱり美味しいです。無農薬にこだわって作った梅酒になります。少し濃いけど6割、6個も美味しいですね。それからその次、この柚子酒、この柚子酒は、高知の柚子です。こちらも無農薬になりますね。おいまつの日本酒ベースです、はい、無農薬はやっぱり美味しいですね。それから最後にリンゴ酒、これは紫蘇産のリンゴです。紫蘇にはリンゴ園というのがあるんです。このリンゴを使用しています。はい、よく振って炭酸割りもロックも美味しいので、はい、ああそうですか、ありがとうございます。はい、今年からリンゴ酒はもうだいぶね、西山さんがデジタルなんとかっていうので、はい、こちらで出ますね。おいまつは、もう何年だろうか、4年ぐらい、はい、おいまつの肌のリンゴ酒です。リンゴ、おいしいね、肌のリンゴ、もう何も美味しいですね。山椒がもうこれで売り切れちゃってるんですけど、紫蘇でしか買えない山椒、そこに3つ洗うという山椒っていう酒蔵がありました。そこをの名前を使っているので、山椒の味を使っていくんです。ゴルドゴルね、はい、もらいました。ゴルドゴルはあなたにとってお酒とは。私にとってお酒とは、大好きですね。私は11代目の嫁になりますけども、主人が優しいとか男前とかっていうよりも日本酒に惹かれてここにやってきました。おいまつの、大ファンですね。私が、一番好きなのはやっぱり燗酒が好きです。燗したお酒を、はい、ちょっと厚めにして、燗のお酒っていうのは寄るので少し待っていただくとぐっと美味しくなります。その感覚が大好きです。冷やも好きなんですけどね。もう一つ、はい、紫蘇市の、はい、紫蘇市とはどんなとこでしょう。おいまつから言いますと、紫蘇市は非常にお酒作りに適した気候と言います。寒暖の差があって、昼と夜との温度差があるんです。ですから日本酒を作るのにとても適した地域になります。ですから昔はたくさんの酒蔵がありました。それと水の美味しい地域になります。二つのまで降りると醤油屋さんが増えるのに多くなるんですけど、紫蘇市はたくさんの酒蔵がありました。今は2軒になってますね。たくさんの観光の方にも来ていただきたいですね。そうですね、はい、なんかメッセージお願いします。メッセージですか、はい、紫蘇市はとてもいいところなので、またお酒も美味しいですし、農産物たくさんありますし、とてもいいところなので、また
オイマツダイニングの方では日本酒を使った発酵食健康食をしてますのでね、日本酒の麹っていうのはとても体を温めますし、美味しくなりますので、よかったらダイニングの方にも